はい、えー、今回は1球対2球の対局の、えー、解説をしてみ見ていきたいと思いますはいはいまあこの辺りは普通ですねはいまあ若干この守りは早いでしょうかまだいっぱい大場がありますのではい他に打っててもよかったですねはいど,ど,どこ打ってもいいですはいここ詰めもね好点ですね この位置がまだ高いのでねちょっとまだこの薄みがありますんでねうんまあもう一手言ってれば確率なじではいまだここの薄みが気になるのでね守ったとしてもちょっと嫌なんですよねまだはい1の手が残ってますのでねはいまあ実際はここに打ちましてはいまあツケオサ うん、まあ昔はね100%握手と言われてたんですけどはいまあ、今はコスミツケもね、えー、ある時代ですから、うん、まあちょっと減点だとは思うんですけどね、うん、まあまあでもはいそこまでじゃないかもしれませんねはいでここでつ、えー、けたんですねこうやる打ち方はこう黒 黒を固めてしまいまして隅がまだね若干味悪いんですねなのでこういう付け引きっていうのは握手になりますはいここでは単にこう打ってそしてこれ黒ね普通にこうやって全部地にするわけにもい,かいきませんからまあどうせこういう感じなんですよねそしたら下がありますからえー、こう打つ時はですねこう単に 1と下がって、えー、守るところでしたこれなら隅も、まあ、ほとんどね丈夫ですから、はい、実戦は突き引いてはいえー、なかなかねちょっとさっきより入りづらくなりましたもんね、はい、で隅がまだ、まあ、どっか打ったら はいこれこう打たれるとなかなか取れませんこの白はこの黒ははいここの差し込みがありますからうんこういうような感じで隅がまだね取りきれてないんですねはいということでえー、こういう突き引きは、えー、悪手なのでねはいこういうケースは打たないことですねはいここは単に下がって はい、打っていれば、えー、まあ白をね悪くない不勢、えー、でしたね。はい、じゃあこのはこんなところで、えー、終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。